こだ。ヘウリアだったものが崩れ、塩しか残っていない。これが彼女の最後だ。物語の続きだ。彼女の民はこの優しい魔人では誰も守れないと気づいた。魔人戦争は残酷だ。敗れた苦痛を味わわせるよりも、彼らは彼女を自由にしたかった。でもこの彫像たちは、どういうこと？どんな弱い魔人であろうと、それが死ぬ時に流れ出る力は凡人の体では耐えられるものではない。逃げられなかったものがこんな風になってしまったんだ。生き残った民は領地を離れ、岩王帝君の庇護を求めるためリーユエに行った。その子孫たちはヘウリアが残した魔人残滓による呪いを恐れ、ここに戻って彼女の怒りが静まるようにと剣を折って彼女に奉納した。だが本当はする必要もなかったんだ。最後まで抵抗しなかった魔人が自分の民に怒りを抱くわけないだろ。それでも受け入れられないわ。嘘よ、偽りの歴史よ、何もかも。私の信仰は揺るがない。今回も容赦ないな。それが彼女の払う代価だ。が、悪いことばかりでもない。しばらく動揺は続くだろうが、すぐに納得できなくても事実を知ることはいいことだ。ああ、遠い昔の俺にとってヘウリアの話は戒めでもあるんだ。亡くなった神を信仰するのはいいことではない。ヘウリアでもモラクスでも皆同じだ。ああ。さて、これから一緒に古雲閣に来てくれないか。ああ、ここに来て、そして昔話をして、ふと懐かしい思いに駆られたんだ。